2ヶ月ぶりに3番キャッチャーでスタメンに登場。しかし注目の第1打席はサードへの併殺打。結局今日は4打数ノーヒットに終わりました。試合は1点を先制されたスワローズが2回、ドラゴンズバッテリーの敬遠策で満塁のチャンス。ここでプロ初打席、ピッチャーの山部がなんとセンターの左へ弾き返す2点タイムリー。スワローズがあっと驚く逆転です。これで波に乗った山部は古田の好リードもあり、2回以降ドラゴンズから毎回のように三振を奪うナイスピッチ。しかし初勝利を意識し始める中に突然崩れます。エラーと2つのフォアボールで2アウトフルベースのピンチ。最近当たりのなかった立浪がセンター前へ運び、ドラゴンズが3対2と試合をひっくり返します。山部はこれでノックアウト。スワローズ古田が帰ってきたものの連勝は3でストップです。続いては日野就任以来金沢では5連敗となぜか勝てない野村監督ですが、今日こそはとスワローズが先制します。2回大野のレフトスタンドへの第3号ホームランなどで2点を奪います。今シーズン初めて日曜日以外の先発となった荒木に対し、ドラゴンズはその裏、大砲がブラッグスに並んでホームランダービートップの14号をレフトに運び2対1。そして4回2アウト1塁3塁で前原のこの当たり、打ち取ったと思ったところが広沢がポロリ。気落ちした荒木は結局フォアボールを与えて満塁とし、続く中村にレフト線へ走者一掃のツーベース。この回一気に4点を失いあっさりと逆転されます。さらにドラゴンズ打線は止まりません。5回には立浪、彦野、前原とツーベースのオンパレードで4点、6回にも3点締めて大量12点。スワローズは3回以降ドラゴンズの投手リレーにノーヒットに抑え込まれ全く打ってなし。野村監督鬼門の金沢で連敗、本命はいつ浮上するのか、借金3です。復帰もドラゴンズに連敗、このままジャイアンツの独走を許してしまうのかスワローズ。2回今日6番に上がった大野が2試合連続4号ホームランを放ち、まず2点を先制します。4回には戸橋がドラゴンズ先発小松のカーブを両翼100メートルと広い福井のレフトスタンドへ。スワローズ脇役2人のツーラン2発で4対0とリードを広げます。このところ4連敗中の先発伊藤明光はランナーは出すものの打たせて取る持ち前のピッチング。古田も復帰後初めて盗塁を刺し、スワローズペースで試合は進みます。一方昨日16安打を放ったドラゴンズは7回中村のこのホームランでようやく反撃ののろしを上げます。代打北村のフォアボールに続いて清水がライト前へ運び一塁二塁。野村監督はここで伊藤から山田へ早めのスイッチ。その山田は期待に応えて後続を抑えます。最後はストッパー高津が3人でピシャリ、スワローズ北陸で3連敗だけは免れました。しかし今日は太ももの肉離れで戦列を離れていた池山が戻ってきました。巨人追撃態勢が整いました。今まで迷惑かけた分、はい、明るく取り出していきたいと思います。この一戦は大事なゲーム、野村監督は迷わずエース川崎で勝負です。1回2アウトから3番松井、フォークボールを弾き返された打球はぐんぐん加速します。松井の足も加速します。スリーベースヒット。4番落合、気をつけたはずの初球、川崎落合の熟練技に屈し先取点を奪われます。この1点が後々までヤクルトに重くのしかかります。巨人先発の斉藤に対し2回3回とチャンスを生かせなかったヤクルト、4回先頭の古田がフォアボール。4番広沢、斉藤の術中にはまってしまいました。ダブルプレーでヤクルトこの回もチャンスを潰してしまいます。なんとかまず同点に追いつこうと気合を入れた5回、先頭は帰ってきた池山。この後ワンアウト二塁一塁でピッチャーの川崎、痛烈な当たりでした。しかし二塁ランナーホームへ帰れず満塁です。1番に帰ってクラーク、今度はショート河合の真正面、二塁ランナー戸橋が飛び出したのは野村監督も攻められませんでした。ヤクルトにとって遠いホームベース、ことごとくチャンスが一瞬で絞みます。6回と7回にもランナーを出しながら得点できないヤクルト、8回ワンアウトから新井がカーブを弾き返します。このランナーはどうしてもホームへ返したいと野村監督、代走に飯田を送ります。
続く3番古田、粘ってフォアボールを選び2塁1塁、3塁のヤクルト側のスタンドが沸きます。ツーアウトとなって6番の畑、その畑の6球目でした。二塁ランナー飯田、どうしても踏みたいホームベースに気が流行ってしまいました。度重なるチャンスをことごとくものにできず1点に泣いたヤクルト、今日のゲーム運びには成績の上がらない焦りがうかがえました。ということも言えますよ ね、その中継ぎ陣が今日は打たれました、はい、今日は打たれたということですね。まず先発は松谷でした。まず最初このプレー、これで今日は幕を開けました。飯田の記録はツーベースでした。ノーアウトランナー2塁で松谷のワイルドピッチがありました。これでノーアウト3塁とランナーが進んで、その新井ライトへの犠牲フライを打ち上げます。この1点で良かったという感じを受けたんですけどね、松谷にとって、ね、はい、あえて落ち着いたんじゃないかとね、そしてその裏です。岡林がなんと川井、松井、落合3連続フォアボール、ツーアウトランナー満塁となって岡崎です。課長さん、はい、野村監督はね、この1回岡林が2点に踏みとどまったと、やはり岡林だなということを言いましたね、はい、それから、まあ、今日のゲームを振り返って開口一番言ったのは、今日は面白くないゲームだ。あ、そうですか。ファンにとってみれば、これはプロとしてはあまりその楽しめる内容ではなかったというわけなんですね、はい、ですからこれからはそういうお客さんに喜んでもらえるゲームをやりますということで、はい、テナントレースの自分のチームのこれからの展望についてはあるいは今日のゲームの意味については何にもコメントが出ませんでした。あ、そうですか、はい、結局今日のゲームは2対2の同点からこの畑のソロホームランが出ました。これで3対2。その後です、2番手の岡田、はい、一塁側です。長嶋監督、大変短いコメントを残して監督に出ました。はい、今日は攻めきらずに攻められたと。で、今打線がもう一つの時にピッチャーが頑張らなきゃいけないのに、そのピッチャーが捕まってしまったね、まあいいでしょうということです。あ、そうですか。監督はあまり厳しいという表情ではなかったんですが、そうですか。ただ最後のバッターだった川井選手ね、あのサロンのゴミ箱を思いっきり蹴飛ばしてロッカールームに出ていきました。それはこの場面ということになるんでしょう。最終回ワンアウト二塁一塁、この後が松井というところで川井はダブルプレーに併殺打に倒れました。あのは2年連続三冠王に輝いたあのランディーバースさん、懐かしのヒーローに3度も大歓声です。一方マウンドの方は今日は阪神ヤブ、ヤクルト山部のドラフト1位対決、フレッシュな2人ですが共に立ち上がりつかまります。1回1点を先制したヤクルトに対し、その裏阪神和田久慈の連続ヒットで3塁1塁とすると、チャンスにはめっぽう強い助っ人オマリー、センターへ鋭く弾き返します。同点。さらに続く石峰もショートオーバーのタイムリーを放ち2対1、阪神があっさり逆転します。2回以降は危なげないピッチングで本来のリズムを取り戻した矢部ですが、6回ツーアウトランナーなしから広沢にツーベースを許すと、池山にも初球を狙われ同点タイムリー2対2。さらに9回矢部はまたもやツーアウトランナーなしからの2連打で3塁1塁のピンチを迎えます。バッターは8番大野、ツーナッシングと追い込みながら3球目、外した球が甘く入り勝ち越しタイムリー。6月に入って勝てない矢部、3対2ヤクルトが勝ちました。野村プロ初完封。